福寿霊駅とは中華人民共和国北京史跡、影山区に位置する北京地下鉄1号線の駅。駅番号は102。かつては関係者専用駅として、近接する北京地鉄技術学校の通勤、通学用に、平日の朝と夕方に一往復ずつ、通勤列車が運行されていた。この列車は2007年5月28日をもって運行休止となり、 2008年7月頃には、すべての出入り口が閉鎖された。長らく一般開放はされておらず関係者以外、立ち入り禁止であったが、2020年2月17日、当駅を改修し一般開放する予定であることが、北京市政府より発表された。2021年4月28日には、一般開放に向けた準備工事が進められていることが報じられている。 地下2階にホームがある地下駅。出口は4カ所あるが関係者専用駅として営業していた当時は1カ所を除いて封鎖されていた。ホームは相対式ホーム2面2線を有している。ABC 北京地1号副寿短章話ししよう。専門2021年1月27日閲覧。北京市人民政府公務員。 2020年北京市交通、合地利業的通知、北京市人民政府、公、2021年1月26日閲覧、副寿、丹南通り、北京地1号、再生端的、グラタンあり、新小則、新京法、2021年6月16日閲覧、ありがとうございます。